ロシア不侵戦、北欧海域でデータ収集、バフムト反転攻勢の開始は。ロシアが民間の不侵船を使って北欧海域で工作活動を展開しているとウクライナ英字サイトウクライン・スカヤ・プラウダが報じた。同紙によると、破壊工作に向けたデータ収集が目的で、ガスパイプライン、欧州北西部の通信ケーブル、風力発電所などを標的にしているとみられる。デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの4カ国はロシアのスパイ船を追跡していたとされる。北欧海域では昨年1月、ノルウェーにつながる海中の通信ケーブルが断線しているのが見つかり、ノルウェー警察は人によるものとの見解を発表。また昨年9月にはロシアから欧州にガスを送る海底パイプラインノルドストリーム3カ所でガス漏れが確認された。ロシアのスパイ船は公式には海底調査とされているが、その際には船の位置や進路を示す AIS 送信機を作動させず、位置情報を隠した状態で航行していたとみられる。デンマーク放送協会の記者は、海上で船に近づいた際、覆面男性が甲板に現れ、防弾チョッキを装着し、ライフルで武装している様子を確認した。デンマークの当局者は、西側との紛争が発生した場合、デンマーク社会を麻痺させようと思えば、彼らは準備ができていると工作活動に伴う脅威を語った。ウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトをめぐり、親ロシア派のドネツク人民共和国顧問のヤン・ガギン氏は18日、約9割を支配したと主張した。米シンクタンク戦争研究所は19日、ロシア軍がバフムトの約 87% を支配したと分析している。この状況について、ウクライナ陸軍のシルスキー司令官は、ロシアがバフムトに軍隊の大部分を集中させていると指摘した上で、ロシアはこの都市バフムトを完全に支配したいと考えていると語った。戦争研究所は、ロシアの民間軍事会社ワグネルの部隊がバフムト中央にある鉄道駅を占領し、西側に侵攻していることを確認した。この戦況について、ウクライナ国防省のマリャル国防次官は、状況は緊迫しているが制御下にある、ロシア軍は戦闘により著しい喪失に苦しんでいると語り、戦闘継続の方針を強調した。英国防省は18日、ウクライナは攻撃部隊の解放を考えており、バフムト周辺部隊の大規模撤収をめぐり、重要な問題となってきていると分析している。ウクライナによる反転攻勢は初期段階に突入している可能性がある。ウクライナの英字サイト、キーウインディペンデントによると、ゼレンスキー大統領は22日、我々は積極的に新しい旅団と部隊を準備しており、最前線で活躍することになるだろうと反転攻勢への意欲を語った。またウクライナ国防省のマリャル国防次官は、反撃に向けた複雑な作戦が東部ですでに進行中であると述べ、反転攻勢の着手を示唆した。流出した米国防総省の機密文書には、ウクライナのバフムト戦況を見極める上での重要情報が記載されていた。米政府は今年1月、バフムトでウクライナ軍がロシア軍により包囲される可能性を警告し、バフムトを手放すことを提案していたことが流出した機密文書で明らかになった。これについてウクライナは、米国の警告を無視し、戦況を安定させるために補給路を確保した上で精鋭部隊を繰り返し配備するなどの措置を講じたとされている。一方、北大西洋条約機構 NATO は21日ドイツ南西部ラムシュタイン米空軍基地でウクライナ支援に関する会議を開いた。ゼレンスキー大統領は、西側が所有する戦闘機と長距離ロケットの供与を要請した。オースティン米国防長官はウクライナ軍の現状に言及し、防空支援の強化と弾薬供給に焦点を当て、支援を継続させていくことを表明した。戦争研究所の最新情報を基礎に戦況を詳細解説する。ウクライナの人口はロシアの 3.5 分の1しかないから、長期戦になるとよほどの戦果を上げていないと消耗してくる。現実的には今回の反撃でロシア軍に大打撃を与えないと苦しいというのが現実だろう。そのため米国も方針を改めて、ドイツなどの戦車供与やミグ29などの供与を始めたのだろう。残念だが、ウクライナが生き残るにはロシア兵をウクライナ兵より 3.5 倍以上殺傷するしかない。ロシア戦闘機屈辱的ミス、自国の都市に500キログラムの爆弾を落とす。
ロシアの軍用機が20日午後、ミスによりウクライナとの国境から東に約40キロメートル離れたベルゴロドに爆弾を落とし大きな爆発を起こした。この日の爆発でベルゴロドの道路の真ん中に直径20メートルの穴が開き、多くのマンションの窓が割れ、数台の車が破損した。2人が負傷し、1人が高血圧で入院した。人口34万人のベルゴロドは過去にウクライナ軍の無人機攻撃を受けたことがあり、住民らは今回もやはりウクライナの仕業だと非難した。ロシアの評論家と軍事ブロガーは、ウクライナが今回の攻撃にどのような兵器を使ったかをめぐり激論を広げ、多くの人々が強力な報復を要求した。しかしロシア軍はいち早くロシア空軍のスホイ34爆撃機がミスにより爆弾を落としたものと認めた。専門家らはこの爆弾が500キログラムの強力な爆弾とみられると話した。目撃者は低いシューという音と爆発音が続き、近くのマンションが揺れたと伝えた。軍事専門家らは戦闘が続き、ロシア空軍機の飛行回数が急激に増加したことで墜落と事故も増加していると指摘した。住民らは今回もやはりウクライナの仕業だと非難した。ロシアの評論家と軍事ブロガーは、ウクライナが今回の攻撃にどのような兵器を使ったかをめぐり激論を広げ、多くの人々が強力な報復を要求した。ウクライナの住民の方がひどいことになっているのになぜ非難し報復をと、ロシアが勝手に始めた戦争でウクライナの住民が被害を受けているのに報復をするのはウクライナ側だよ、今回は自滅だけど筋が違う。ウクライナ軍ヘルソン州で都が成功か、陣地確保の情報、ロ側は虚偽と否定。ロシアによるウクライナ侵略で米シンクタンク戦争研究所は24日までに、ロ軍の支配下にある南部ヘルソン州のドニエプル川東岸地域にウクライナ軍が進出し陣地を確保した模様だとする分析を公表した。これに関しウクライナ軍南部方面部隊のグメニク広報官は否定も肯定もしなかった。一方、同州の親ロ派勢力トップのサリド知事代行は、ドニエプル川東岸へのウクライナ軍の進出情報は虚偽だと主張した。戦争研究所は22日、複数のロ軍事ブロガーの報告をもとに、ウクライナ軍がドニエプル川の渡河に成功した模様だと指摘。東岸地域の小都市アヨシキの北方に陣地を構築したが、規模や意図は不明だとした。グメニク氏は同日、ドニエプル川の渡河が必要な現在の状況下で困難な作戦が続いていることを理解してほしい。我が軍の安全が確保されていない現状では機密は保持されるべきだなどと述べ、具体的なコメントは避けた。地元テレビでの発言をウクライナメディアが伝えた。ヘルソン州をめぐってはロシアが昨年9月一方的に併合を宣言。しかし11月ウクライナ軍が反攻を行い、首都ヘルソンを含むドニエプル川西岸地域を奪還した。以降、ロ軍はウクライナ軍の渡河を防ぐため東岸地域を要塞化し、西岸地域に砲撃を続けていた。ヘルソン州はロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島の付け根に位置するほか、侵略開始後にロシアが確保したロ本土とクリミアを陸路で結ぶ回廊の一部をなす重要地域。ドニエプル川東岸地域へのウクライナ軍の進出が事実であれば、ロ軍はクリミアや回廊の防衛に戦力を割く必要に迫られ、全域の制圧を狙う東部ドネツク州での戦闘がさらに停滞する可能性がある。これが事実なら反攻作戦はザボリージャ方面からマリオポリもしくはメトロポリ方面に向かう可能性が高い。またこの渡河によってロシア軍の戦力の移動があるようなら、 1、2ヶ月以内に大規模な反攻作戦が行われるだろう。どちらにせよ渡河に成功して陣地を築いているならば、砲撃の穴ができているわけで、それが人的要因なのか後方支援の問題なのかは別として、ロシア軍はこの地域に戦力移動させる必要が出てくる。今までのロシアの戦い方を見る限り、後方から新たな部隊を送るというよりは他の戦場から戦力を移動させるという選択肢を選ぶだろう。ではどこからとなれば、戦力的に有利もしくは地形的に有利な地域、もしくは戦略的に重要でない地域から引っ張ってくることになるが、戦略的に東部は重要視していることは間違いなく、戦力的に有利でも戦略目標を達成するためには戦力を削減する可能性は低いとなると、ザボリージャ方面ということになる。